こんにちは、音楽家の吉田茂です。今回はこちら、ライブ配信に最強なミキサー搭載型マイク、ヤマハの AG01 をご紹介いたします。今回こちらヤマハさんからご提供いただいております。ありがとうございます。この AG01 はこのマイク1台あればスマホやパソコンなどと接続して簡単にね、高音質なライブ配信ができるマイクとなっています。ヤマハのライブ配信用ミキサー、こちらの AG03M2 とコンデンサーマイクが合体したイメージで捉えていただけると分かりやすいと思います。今回はこの AG01 の概要のご紹介と、スマホをつないでの配信のやり方、僕がね、実際に使ってみておすすめのポイントなどご紹介していこうと思います。それではまず開封動画からどうぞ。はい、では箱開封していきます。クイックスタートガイドですね。後ほど接続方法はご説明していきます。 Cubase AI のダウンロードコード、そして Cubasis LE のダウンロード方法、これは iPad アプリの Cubase 版、 Cubase 使ってる人ならかなり使いやすいです。そして Waves Labocast のダウンロードキーが入った紙、こちらのソフトはポッドキャストいやラジオなどを編集するソフトですね。そしてセーフティーガイドが入ってます。付属品としてタイプ C、タイプ A のケーブルが入ってます。本体ちょっと剥がしてみます。はい、かわいいですね。こっちが表側、こっちが裏側、かわいい。なんだろう、 R2D2 みたいな。で、結構重さがありますね。はい、これスタンドまで入ってるので重さとしては 1.2kg とのことでした。はい、箱の中身はこのような形となります。では接続をする前に簡単にこちらのマイクの概要をご説明していきます。今お見せしている面が表面です。こちらに向かって声を出していくといった形になっています。で、まず一番上についているのがミュートボタン。こちら配信中に、配信先にこちらのマイクの音を届けたくない時にこちらのミュートスイッチを押します。例えばね、こうくしゃみとか出ちゃう時とかね、このミュートボタンを押してマイクの音を配信先に届けないようにするって使い方ができます。ミュートがオンになっているとこのように赤くなります。外すとミュートがオフになります。そして真ん中がマイクのボリューム量ですね。こちらで配信先に送るマイクの音量の調節ができます。その下がリバーブボタン、リバーブのオンオフができます。そして下についている音符のつまみはスマホだったりとかパソコンをつないだ時の USB 端子からの音量を調整するところです。そして表面一番下はヘッドホンやイヤホンをつないだ時自分の音を確認するための音量を調整するところです。続いてね、裏面見てみましょう。裏面です。こちらの一番上の部分はマイクゲインと言いまして、マイクのね、音量をね、決める部分です。ローとミッドとハイの3種類になっていまして、ハイになればなるほどマイクの音をね、より大きく取ることができます。試してみたんですけど、話し声とか普通の声で話すときにはハイにした方がいいかなと思いました。歌声の場合はミッド、ローに合わせていただくのが良いかなと思います。続いて、真ん中のストリーミングアウトというところです。で、こちらも3種類のつまみがありまして、こちらね、配信をする際に大事なつまみとなりますので使い方をよく覚えておきましょう。接続したスマホだったりとかパソコンに送る音を選択するところです。一番左のマイクというところはこのマイクに入力された音のみを送る形となります。そしてインプットミックス、こちらはマイクに入力された音と、後ほどご説明しますが AUX 端子に入力された音を合わせてパソコンだったりスマホに送ることができます。そしてこちらのループバックはインプットミックスの音にさらにプラスしてパソコンやスマホの音もミックスして送ることができるといった形になります。そして一番下がミックスマイナスマイクといったスイッチになってまして、基本ね、こちらね、オフにしておいて大丈夫なんですけれども、オンにすると自分の声がヘッドホンから聞こえなくなる形となります。何かこう配信している時、自分の声を聞きたくない時にこちらをオンにする使い方をすると良いです。では最後に底面、ここをグイッと曲げてこちらです。はい、左上がヘッドホンの端子となってまして、いわゆる 3.5 ミリのステレオミニプラグを挿すところですね。 Bluetooth だと音が遅れてしまうので、有線のね、イヤホンであったりとかヘッドホンを必ず用意して使うようにしてください。続いて右側のスマホマークがあるところなんですけれども、こちらはスマートフォン入力端子となっておりまして、今回は詳しく説明しませんが、 Android 端末を接続する際、
4極のステレオミニプラグケーブルを使って接続します。そしてこちらが電源を供給する時の端子ですね。パソコンとの接続の場合はこちらは使わなくて大丈夫なんですけれども、 iPhone であったり iPad を接続する際に電源を供給するためにこちらの端子を使います。後ほどね詳しくご説明しますね。そしてこちらの端子が USB-C の端子となってまして、 iPhone や iPad、パソコンなどと接続するときに使う USB-C の端子となっています。そして一番下のこちらは AUX 端子となってまして、例えばね iPhone で配信して iPad をこちらの AUX に接続して BGM を流したりとかカラオケの音源流したりとか、そういうような使い方をすることができます。はい、こちら iPhone でのインスタライブ配信を想定した際の必要な機材集めてみました。まずこちらが付属してきたね USB-C と A のケーブルです。こちらを iPhone との接続に使うライトニング USB カメラアダプターというんですけども、こちらをね組み合わせて iPhone とマイクを接続していきます。こちらね概要欄にリンク載せておきますね。結構偽物が多く売ってるんですけど、 Apple 純正のものを買っておくと後々使えなくなることがないので、こちらを買うのをお勧めします。でこちらにね USB 接続できる接続口がありますので、こちらに接続、そしてこちらの USB-C 側をマイク、こちらのね右下の USB-C のところに挿していきましょう。 OK です。でこちらのねライトニング端子を iPhone に挿します。で電源もね供給していかなければいけませんので、もう一本ね USB-C と A のケーブルね、用意してください。こちらはね持ってなければ買う必要があります。でこのような iPhone 充電するときに使うような、アダプターですねにセットします。でこちらをコンセントでこちらの 5VDC というところに挿します。これでねしっかりマイクにね電源が供給されるようになりました。こういうねこう挟み込むタイプのスマホスタンドねあるとね便利ですので、持ってない方はね用意してこんな感じでねよいしょ iPhone をねセットしてあげて配信するとやりやすいと思います。で裏側のストリーミングアウトは、今回はインスタライブでの、トークだったりとか弾き語りの配信を想定してますので、インプットミックスにしておきました。でスマホ側の鳴らす音も配信先に送りたい場合はループバックを選ぶようにしてください。では続いてこちらの専用のねスマホアプリ AG コントローラーを使ってマイクのセッティングしていきましょう。ではねスマホアプリ AG コントローラーをね使ってねマイクの設定していきましょう。まずは有線のイヤホンね、イヤホンジャックに挿して音をね聞けるようにしていきましょうね。そして AG コントローラー開きます。で AG コントローラーは2つのモードがあって、シンプルモードとディティールモードがあります。簡単に音をセッティングできるシンプルモード、そしてよりね詳細に音を調整できるディティールモードがあります。今回ね主にねこの簡単に設定のできるシンプルモードをご説明していきますね。手順に沿っていくだけなので本当にとっても簡単です。ではやっていきましょう。あなたの声はバステナー、アルト、ソプラノ、はい、声高い人だったりとか女性の方はソプラノにしていくといいと思います。今回僕はアルトできますね。で AG01 はコンデンサーマイクですので、特にこの真ん中のところは変更は必要ありませんし、特に変更することもできません。じゃあ今回は使い方話すでいきましょうね。歌うとこう切り替えることができます。はい。でこちらのサウンドチェックというところから設定をしていきます。次、はい、まずマイクゲインスイッチをミッドの位置に合わせます。合わせました。で次マイクに向かい声を出しながら、下のレベルメーターが適正範囲になるようにマイクのつまみを調節します。はい、マイクつまみね上げていきましょう。マイクつまみを上げていくと、こちらの下のレベルメーターにね声が入ってきてるのがわかると思います。はい、適宜ねこの適正の間に入るようにマイクレベルを上げてあげてください。でこれでもう小さい場合は裏側のマイクの原因をねさらにハイにしてあげると。僕はハイにして2時ぐらいかながちょうど良かったので、そういう設定にしました。はい、では次へ5秒間録音します。マイクに向かって話し続けてください。吉田茂のオンライフです。吉田茂のオンライフです。で録音完了したので次へ、で再生 USB 入力つまみを3時の位置に合わせます。同時にヘッドホンの音量も上げてあげてください。そうするとイヤホンからも音が来ているのが確認できると思います。そして再生、吉田茂のオンライフです。吉田茂のオンライフです。はい、お聞きいただいた通りかなりクリアな音で録音できているのがわかりますね。歌配信の方はこちら歌うでセッティングしてみてくださいね。でこれでもう設定が完了ですので、
今回はね、インスタライブの例でご紹介しますけども、あとはお使いのね、配信アプリを開いてもらって配信すれば OK です。特にね、iPhone 側では細かい設定いりませんので。じゃあインスタ開いて。はい。あとはね、これでもうね、ライブ押してもらえば、ライブ配信できちゃうって感じになりますので。はい。もうこれでね、バッチリね、ライブ配信できています。といった感じでね、とっても簡単にライブ配信をスタートすることができます。ぜひ皆さんもね、やってみてください。ではちょっとね、このマイク使って歌声だったりとか話し声とか録音してみて、この AG01 どういう音質で録音して配信できるのかをチェックしていこうと思います。はい。ではね、AG01 で録音してみた音と、普通のね、iPhone のそのままのね、マイクでね、撮った音を比較してみようかなと思います。まずは話し声でね、iPhone で録音した音、聞いてみてください。こんにちは。音楽家の吉田茂です。よろしくお願いします。続いてね、AG01 で話し声、録音してみます。こんにちは。音楽家の吉田茂です。よろしくお願いします。はい。聞いていただきました通り、話し声だけでもこんだけ違うってことがね、よくわかるかと思います。ではちょっと、アコギもね、一緒に持って弾き語り配信みたいな感じで、ちょっと試し撮りね、してみようかなと思います。まずはね、普通の iPhone。ラララでは続いてね、AG01 でね、録音してみようと思います。せっかくなんでね、リバーブもね、入れてみますね。歌だけでちょっと。こんな感じでね、リバーブもバッチリかけられますので、これをね、配信にね、そのまま載せられるのなかなかないと思うので、ぜひね、検討してみてください。で、先ほど触れた AG コントローラーのディティールモードでしたら、コンプと EQ、かなりね、細かい設定できますので、そちらもね、ぜひね、お試しください。詳しい使い方についてはすでにね、動画僕用意してますので、そちらをね、概要欄のリンクからご覧になってください。あと、細かいね、使い方とか、わからないところあったら、ぜひね、コメント欄で教えていただければと思います。はい、最後にまとめです。AG01 は今回ご紹介したように、とっても簡単にライブ配信ができますので、とにかく手軽に高音質でライブ配信をしたい方におすすめです。AG03M2 のようなミキサーをね、買ってね、いろいろこう、接続して調整したりするっていうのが、ちょっと難しいなとか、ちょっと機械苦手だなって感じる方は、ぜひね、こちらの AG01 はおすすめです。今回詳しく触れませんでしたが、パソコンともね、とっても簡単に USB 接続だけで接続できて、設定も簡単なので、オンライン会議とかにもおすすめのマイクだなと思います。逆に、今回僕もちょこっとアコギでありましたけど、シールドケーブルを使って接続しないといけない楽器、例えばエレキギターとか、キーボードなどのね、楽器を使ってライブ配信をされたい方は、こちらのマイクは向かなくて、できないことはないんですけど、ちょっと無理やりな形になってしまうので、そういう方は AG03M2 とか、AG06M2 などの入力がね、充実したライブ配信用ミキサーを使うのがいいと思います。で、やってみたんですけど、音、かなりいいですね。はい。ヤマハさんにお聞きしたところ、話し声とか歌に特化したマイクチューニングになっているということで、圧倒的にこうスマホのマイクでやるより質が良くなるので、ぜひね、これ買って、よりね、質の高いね、配信をしていただけるといいと思います。そして、これやっぱりデザインもめちゃくちゃ可愛いですよね。こちらなんとね、グッドデザイン賞を受賞したらしいです。可愛いですもんね。白と黒の2色展開あるので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけるのもいいかなと思います。僕の場合は結構白を基調としているので、この白バッチリだなと思います。今後も使いたいと思います。で、メーカー小売価格が 29,700円、お店によってね、多少値段は異なると思うんですけれども、気になる方はね、概要欄のリンクからぜひね、チェックしてみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。今回はライブ配信最強のマイク、ヤマハ AG01 をご紹介いたしました。とってもね、デザインも可愛いし、使い方もね、すごくシンプルで簡単なので、ぜひね、難しい接続が苦手な、楽器配信をしない、歌ってみたの配信者の方だったりとか、トークの配信の方、ゲーム実況とかもいいでしょうね、におすすめしたいマイクだなと思っています。この動画でね、わからないところや、もっとこう AG01 のここ知りたいとか、こういう使い方どうやるんですかみたいなところを、気になるところがあったら、どんどんね、コメント欄にお気軽に
お書きいただけると嬉しいです。その他何でもね、感想とか質問ありましたらお気軽にコメント欄にお書きください。そしてこの動画ね、少しでも気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録、スーパーサンクスのご支援をよろしくお願いいたします。それと僕ね、 SNS、 Twitter、 Instagram やっておりますので、そちらもね、概要欄からよろしければフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。